いっちゃんメリコです。いつもは冬に流行するインフルエンザ、今年はすでに流行期に入っています。その背景や今後の流行について富山大学附属病院感染症科の長岡健太郎准教授に聞きました。富山県内の状況をお話しすると、今シーズンはまだ本格的な流行までは至ってないです。今は嵐の前の静けさに近いような状況かなと認識しています。県内における1定点医療機関あたりの新規感染者数です。いつもの年は11月頃から流行期に入りますが、今年は8月下旬から増え始め、9月中旬には流行の目安となる1医療機関あたりの患者数が1人を超え、昨シーズンに比べ3ヶ月ほど早く流行期に入りました。なぜいつもより早いのか、2つの理由が考えられるといいます。今まで数年間コロナの影響でインフルエンザの流行がですね、2、3年なかったっていう状況で、皆さんの免疫状態がですね、低下していて、そこでインフルエンザにかかる方が前倒しになってきたというのが一つと、もう一つが気候の変動、今年の猛暑に代表されるようにですね、気候が全体的に温暖化の方向に向かっている、そういった影響でですね、インフルエンザの流行期が少し前倒しになってきているっていうふうに言われております。県内のインフルエンザの感染状況を年代別に見ると、15歳未満が全体の 76% を占め、子どもを中心に流行しているのが分かります。新型コロナウイルス感染症の影響で、人の移動制限ですとか行動制限の影響で、あまりウイルス性感染症に接触する、あるいはかかるという機会がかなり少なくなっていると。その一環としてインフルエンザウイルス感染症にかかったことのない、その免疫が非常に弱い状態で、今新たなですね、インフルエンザウイルスの流行期を迎えて広がりを見せているっていう状況と考えられています。今流行しているインフルエンザはどんな症状が出るのでしょうか。今シーズン流行っているのは H3N2 株、いわゆる香港型のインフルエンザ A が流行しております。症状はですね、高熱、そして倦怠感、で関節痛に代表される症状が言われております。発熱してからですね、12時間ほど経過してから今の症状が出てきます。インフルエンザ、今後の流行はどうなるのでしょうか。秋口に流行期が全国的に来ているという状況にあります。人と人とのですね、接触機会が増えると流行が拡大していくっていう形になりますので、今後はですね、秋口 と年明けですね、年始の2回に分けて流行期が来る日本製の流行、あるいは亜熱帯地域と同じようにですね、1年中インフルエンザにかかりうる通年性の流行、そういったですね、流行の形態に変わっていくんじゃないかなということが予想されます。心配されるのは新型コロナとの同時流行です。新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスはですね、感染流行時期が人の移動が多い時期の次に来るという点では共通してますので、おそらく1月から3月にかけてですね、同時あるいはかなり近い流行期が来ることが予想されます。同時流行で医療機関が逼迫しないか心配です。富山県内はですね、医療機関全般的にですね、どちらの感染症にも対応できるように準備されてますし、あまり心配はいらないんじゃないかなと思います。インフルエンザの感染と重症化の予防にはワクチン接種が有効です。次回は日常生活で気をつける点と予防接種についてです。予防接種をまだ受けていない、いつ受けようか迷っているという方はぜひご覧ください。いっちゃんメリコでした。